はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って8053の住友商事でトレードしてみたいと思います。はい、では今日も早速行ってみましょう。今日はこの辺りから。はい、時は2016年ですね、1月7日の木曜日となります。まずは移動平均線の並び見てみましょう。上から青、紫、緑、赤ですね。まだ逆パンパカパンではありませんが、下落トレンドの中にいるかなという感じでしょうか。1200円の価格の節目まで来ているといったところですね。節目割れてしまっているところが木曜日となります。少し引きの形で見てみますと、こんな形ですね。一旦大きく下落してきて、その中から上昇したんですが、前の高値に届かないところで再度下落しているといったところになります。はい、今ですね、価格の節目1200円、このあたりですね、節目として聞いてたんですが、ここも割ってきてしまってますので、引き続きですね、下落してもおかしくないかなといったところですね。一旦様子見からしてみましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはりですね、1200円節目として効いてくるようなポイントかなと考えてますね。という形になりますので、一旦ですね、ここは引き続きノーポジでいきたいと思いますね。では行きましょう。月、火、水、なかなか難しいですね。大きく下落してきました。はい、今日ですね、ここからスタートしてまして、陽線、陰線、陽線ときたんですが、大きく下落して再度陽線ですね。ちょっと手がつけられないかなと思いますので、ここはノーポジでいきたいと思います。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、そうですね、1100円に一旦刺さって戻ってきたといったところですね。移動平均線の並びは青と紫が重なっておりまして、もう少しでですね、逆パンパカパンになるかなといったところですね。はい、という形になりまして、そうですね、ここ一旦1100円で下げ止まったかなと見てもいいんですが、ちょっとまだ陰線ですね。引き続き怖いので、ここはノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、火、水、割りますね。1100円割ってきてるといったところです。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、次はですね、1100円の価格の節目ですね。これどこかで売り入れとけばよかったかなといったところですね。少しですね、後悔するポイントですね。ここで売り入れとけば、これかなり取れてましたね。団長は見送りましたので、ここですね、ずっと売りを入れられずに大きく下がってきたといったところですね。はい、引き続きですね、間もなく逆パンパカパンに週足、日足ベースともになってますので、買いはないかなといったところですね。ノーポジでいきましょう。月、火、水、これで帰ってきてるかもしれませんね。一旦下半身にはなってますので、買ってもいいかなと思います。打診買いからいきましょう。木、金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。一旦ですね、1100円で刺さって上昇した陽線がついたといったところですね。買いはないかなとは思ったんですが、この返し方ですね、この返し方、なんとなくですね、上昇するかなと思いましたので、反射的にですね、ここ買いのエントリーしてしまいましたね。今下から数えて 1,2,3,4,5,6,7 ですね。あと 8,9、 2日間ですね。 8,9、ここですね、8陰線でしたので、ここで手締まいしてもよかったですね。はい、ということで、団長はこの下半身見て、ここですね、この陽線を見てエントリーしました。寄り付きが1135円ですね。で、引けがここで手締まいはよかったんですが、ここで手締まいしましたので1168円といったところです。一旦大きく下げた後ですね、大きな価格の節目に当たって反転したところを取れたかなといったところですね。この後は軽く下落して日大狙ってみたいですね。では引き続きのポジでいきましょう。水、良かったですね。下落してきました。これはちょっと難しいですね。売りエントリー入れてもいいかなとは思うんですが、またここで反転する可能性もあるかなと思いますね。はい、という形になりますので、ちょっとですね、ここは手控えたいと思います。木、金、上昇するかもしれないですね。週足見てみましょう。はい、週足です。1100円ですね。少し引きの形で見てみますと、これ前の安値ですね、この辺りまで来ているといったところですね。この後大きく帰るか、この節目割れしてしまうとまた下がっていくかといったところですね。下髭、下髭、下髭でかなりですね、戻ろうとする力もあるかなと思いますので、ちょっとやりづらい場所ですね。引き続きのポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、火、割ってきますね。これは前の高値でもうこれ以上上げられないといった雰囲気で、逆パンパカパンの逆下半身ですね。一
旦売りを入れてみたいと思います。水、割ってきましたね。これ前の安値割ってきてますので、ここでは引き続きですね、追加もしていいようなポイントかもしれません。木、いいですね。金曜日です。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと大きく下げましたね。まもなく逆パンパカパンといったところですね。少し引きの形で見てみますと1000円、ここですね、大きな節目1000円がやはりありますので、一旦ここで下げ止まって反転してもおかしくないかなといったところに来てます。はい、日足戻りました。という形で大きな価格の節目ですね、1000円を割り込んでますので、このあと割り込んでもっと下がるなら下がってもいいかなといいところでしょうか。では行きましょう。月、戻りましたね。これは下げすぎて戻ったといった雰囲気ありますね。という形ということは、一旦ここでですね、売りエントリーやめた方がいいかなと思いますので、団長はですね、一旦ここで手締まりしたいと思います。ではのぼじでいきましょう。か、やっぱり上がっててますね。これは9の法則でですね、多少上がっててもおかしくないかなと思いますので、打診買いしてみたいと思います。いきましょう。水、緑ブロックか。木、いいですね。金、下から数えて1、2、3、4、5、6ですね。7、もう1日、8、これで8陰線ですね。という形になりますので、下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、8陰線になりましたので、団長は一旦ここで利確したいなと考えております。はい、この陽線を見てですね、エントリーしまして、寄り付きがこちらですね、1114円で、引けのところで1133円といった形で少しだけですね取れました。ここはですね、またノーポジにしたいと思います。では行きましょう。水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、赤の移動平均線は横張り始めましたね。まもなく逆パンパカパンなんですが、赤の移動平均線横張ってきてるといったところです。はい、という形なので、引き続きですねノーポジでいきたいと思います。月、下、下がってきますね。ここで1100円の節目に当たってますね。もう一度売り入れてもいいかなといったところかもしれません。一旦ですね、逆下半身つきましたので、打診売り入れたいと思いますね。いきましょう。水、これは下半身ですね。これ1100円で下げ止まって上昇したような感じですね。相葉先生の日大の形の中の下半身がついてしまいましたので、ちょっと勇み足だったかなと思います。団長はですね、一旦ここはですね、売りを撤退して買いに変えたいと思いますね。もしかしたらこれ上がっていくかもしれません。日大を期待したいと思いますね。では行きましょう。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、やはりですね、一旦完全に下げは終わったかなといったところですね。今上昇トレンドの中にいるんですが、緑の20周移動平均線に当たって、上げ止まったといったところですね。はい、という形になりますので、下から数えて1、2、3、4、もう少しいけるかもしれませんね。抜けてくれるといいかなと思いますので、もう1日見てみましょう。月、いいですね。下、抜けるか。水、下がっちゃいましたね。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、という形になりますので、一旦団長はですね、ここで手締まりをですね、またしたいと思います。この下半身、ここですね、この下半身を見て打診買いしました。寄り付きがこちらになりますので、1189円でエントリーして、引けが、こちらですね、1222円といったことで、ここもですね、また少し取れたかなといったところです。引き続きのポジでいきましょう。月、火、水、木、金、ここはですね、紫と青の移動平均線の間にいますので、なかなかですね、トレードしない方が安全かなといったところですね。月、火、水、落ちましたね。これで移動平均線、すべての移動平均線の下にまた潜ってきてしまいましたので、またですね、ここ売りが入ってくるかもしれませんので、一旦団長はですね、ここで打診売りをしてみたいと思いますね。紫まで上がったんですが、もうこれ以上ですね、抜けないといった判断のもとで下落してきたような雰囲気がありますね。では打診売りからいきましょう。木、金曜日ですね。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、陰線つけたといったところですね。大きく下がってくるかなと思ったんですが、陽線出てきてしまいましたね。ただしまだ赤の移動平均線より下にありますので、もう一日我慢してもいいかなと思います。では行きましょう。月、火、
水。おお、危なかったですね。これで上から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9。おお、いいですね。しっかり取れました。ここは紫割れじゃないんですが青割れですね。60日移動平均線を割ってしまって軽く上げて、ただですね、ここは我慢しました。赤の移動平均線を超えてなかったので、団長は我慢してしっかり取れたといったところですね。移動平均線の並びは上から紫、緑、青、赤といった形で、逆パンパカパンではありませんので、やはりこの辺りはですね、9の法則で手締まいした方がいいかなと思います。一番上から行くとここからですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。でここから行くと1、2、3、4、5といったところですね。今節目ですね、前の節目1100円も割り込みましたので、もう1日持ってもいいかなと思います。では行きましょう。月、火、水、木。ここで1050円ですね。これで下げ止まった雰囲気あるかなと思います。上から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、9の法則で一旦ですね、しっかりと利確した方がいいかなと思いますので、ここで手締まりしたいと思います。はい、では引き続きのポジでいきましょう。金、月、火、これで下半身ですね。もう一度上がっていく雰囲気あるかなと思いますので、買ってもいいかなとは思いますね。下から数えて1、2、3、4、5、打診買いするかどうか、ちょっと一旦やめておきましょう。まもなく逆パンパカパンといったところですので、一旦見送りたいと思いますね。ノーポジでいきます。水、木、もったいなかったですね。金曜日、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、ここですね、また緑に当たってるといったところですね。なかなか今日は乱高下しますね。下落して上がってって、大きな下落してまた上がっていくといったところですね。次ここ節目ですね、紫の移動平均線、ここはブロック完全にされました。ここはまだ陽線なんですが、まだブロックされてますね。これを抜けると強いかなと思います。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8ですので、もうすでにですね、買いの目はないかなと思いますので、一旦ここはですね、ノーポジでいきたいと思います。月、火、水、木、抜けましたね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと陽線ですね。しっかりとした下半身になってきたといったところですので、ここからは買い目線で見た方がいいかなと思いますが、やはりですね、9日以上経ってしまってますので、なかなかエントリーできないので、こういった場面はですね、見送りの方がいいかなと思いますね。前の高値1250円がここにありますので、上がったとしてもここでブロックされて下落してくる確率が高いかなと思いますので、ここはですね、ノーポジでいきたいなと思います。はい、ではこの後少し見ていきましょう。やっぱりそうですね、買いはないかなといったところですね。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17といったところで大きな陰線がついて、その後下落していくといったところです。はい、以上、今日は8053の住友商事でのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。